僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りします。2015年2月12日木曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ559回目の放送、ナビゲーターマサヤでございます。本日の旧暦12月24日、旧暦ではクリスマスイブとなっております。本日の沖縄県全域、雨そして曇りが、ね、曇り空のスタートとなってますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。おはようございます。はい、今日もね、読谷村ザキミにございます平和の森球場から生放送でお送りしていきますよ皆さん。2月は沖縄県全域キャンプシーズンということで、ここ読谷村でもいろんなスポーツキャンプ、プロの選手の皆さんが、沖縄に来てキャンプをしておりますけども、平和の森球場では中日ドラゴンズ2軍の皆さんが毎年練習をしているということで、その駐車場からサテライトスタジオを設けて、2月限定の観光情報番組生放送でお送りしていきますよ皆さん。ぜひ会場にも遊びに来てくださいね。ここでしかもらえない素敵なプレゼントもございますのでよろしくお願いします。さあ、そんな2月12日木曜日でございますけども、男性の皆さんお待たせいたしました。本日、なんとブラジャーの日だそうですよ。はい、おめでとうございます。ワコールが、制定したというブラジャーの日、現在では日本ボディファッション協会が実施しているそうですけども、いろんな記念日があるなというふうに思いますけどもね。まあでも支えるって大事ですよね。まあ支えるっていうのは大切です。まあ見えないところで役に立ってるものといえば、はい、ブラジャーでは、ブラジャー以外にもこのラジオもそうなんじゃないでしょうか。あなたの沖縄をさらに楽しくする、ガイドブックでは教えてくれないディープでコアな情報を、皆様にお届けする観光情報番組読谷ラジオでございます。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、ここ沖縄県読谷村のありとあらゆる情報をお届けしていく番組となっております。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にゲットできますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。この後の番組の流れをご紹介しましょう。この後ドライビングナンバーをおかけして天気情報を皆様にお伝えします。で、 CM を挟みまして、コーナー読谷何でも調査団というコーナーをお届けしていきますけども、毎月、読谷ラジオではテーマを設けて皆様にお届けする、特集がございますけども、2月
まあ、クリスマスも終わり、正月も終わり、2月になった2月の大イベントといえばバレンタインデー、そのバレンタインデーにちなんで、スイーツ特集を、お届けして、行っておりますけども、今日はその4日目になりますよ皆さんね、今日はどんなスイーツが楽しめるのか、読谷なんでも調査団のコーナーで、はい、聞いて楽しんでください。その他、読谷村で行われるイベントの情報、この番組でしか聞けない情報を盛りだくさんでお届けしますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。本日のナビゲーターはマサヤです。さあ本日のドライビングナンバー、この曲ね、いきたいと思います。県内のアーティスト、前川主健さん、げんちゃんと呼ばれている、アーティストの方の曲を沖縄のレゲエアーティストユード&プラティがカバーしたこの曲お届けしましょう。本日のドライビングナンバー、ユード&プラティ、アシビナー。お届けしたのはユード&プラティ、アシビナお届けしました。観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。本日の放送も読谷村ザキミにございます。平和の森球場、駐車場生放送でお送りしておりますよ。遊びに来てね。はい、時刻は9時10分になろうとしております。ここで天気予報をお伝えしましょうね。
まずは天気概況からです。沖縄地方は気圧の谷の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。12日は沖縄地方は気圧の谷の影響で曇り、沖縄本島地方と薩摩諸島は初め雨が降るでしょう。なお沖縄本島地方と薩摩諸島は次第に高気圧に覆われて晴れてくる見込みです。13日の沖縄地方は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。沿岸の海域は八重山地方は波がやや高く、沖縄本島地方と宮古島地方、大東島地方は多少波があるでしょう。続いて本日の天気、2月12日今日ですね、木曜日、北西の風のちやや強く雨、昼前から曇りのち晴れと出ております。本日の日中の最高気温19度、午前中の降水確率は 60% と高くなっています。そして今日の午後から夕方6時にかけては 10%、 そして夕方6時から24時、夜にかけては 0% となっています。ただ明日13日、金曜日、晴れマーク一つでございますよ。明日の日中の最高気温18度で、明日の降水確率は久しぶりに見ましたね、 0% と続いてます。向こう1週間の天気を見てみると、今日だけがちょこっと雨マークが出てて、あとの1週間は、晴れマーク曇りマークが続いてるということでございますけども、週明け月曜日に一時雨が降るのかなという予報が出ております。ただ週末にかけてはね、太陽さんが、顔を出すでしょうという予報が出ておりますので、週末にかけて旅行に来られる方、予定を、立てられている方には本当にいい沖縄、観光ができるんじゃないでしょうか。さあ観光情報番組読谷ラジオ、皆様にいろんな情報をお届けしていく、番組となっておりますけども、沖縄県全域、キャンプシーズン、今年も、そういう時期にやってまい、りましたが、読谷村でも、中日ドラゴンズさんはじめ、J1 の、プロサッカーチームサガン鳥栖さん、そして、J2 の水戸ホーリーホック、そしてこちらは実業団になりますけども、トヨタ自動車機シャイニングベガ女子ソフトボールの皆さんがキャンプを、行っております。サガン鳥栖さんは昨日で、終わりということでございましたけどもね、約10日間か、読谷村で、練習をされて、本シーズンに臨む、いいコンディションの中で練習ができたんじゃないかなと思いますけども、佐賀さんは、キャンプは、終わってしまったわけなんですけども、 J2 の水戸ホーリーホックスさんは、今日までというふうになってますのでね、ぜひ皆さん、水戸ホーリーホックスさん、読谷村の宇佐にございます残波岬サッカー場で水戸さんは練習をしてます。今日も通常通り、サッカーの練習があるということなので、今日で終わる水戸ホーリーホックスさんの練習も見に行きながら、そして中日ドラゴンズの2軍の皆さんの練習も見ながら、でトヨタ初期、シャイニングベガさん、ソフトボール、の、皆さんの練習などを見に読谷村に足を運んでみませんか。各市町村いろんなその受け入れ体制をしているわけなんですけども、読谷村はこういう、いろんなこのスポーツに関して受け入れ体制ができる設備がある、だからこそこういうふうにプロの方々はこの場所に来るんだろうなというふうに思います。この村に来ればいろんなスポーツ選手と出会える、一つのスポーツのみならずね、いろんなスポーツ選手に会えるというのが非常に見どころな場所でございます。ぜひ皆さん読谷村に来て、このラジオもやってますので平和の森球場に足を運んでください。観光情報番組読谷ラジオ進めてまいります。 CM 明け、読谷村スイーツ特集4日目、今日のスイーツ特集どういうものを紹介するかは CM 明けに、楽しみにしていてください。それでは一旦 CM やいびん。
畑も疲れるからちょっと休憩しようかな。おり、なんでこれは。 Hello? はい、はい。 Hello, excuse me? はい。 Can I ask you something? あ、いやな、おじさん英語わからんけど。 I'm from United States. And then, なんで I heard that Yomitan Village is あもう意味くじわからん、お前。 really good place. え、待って、観光情報番組っていうのを聞いたらいいよ。わかった。What you gonna do? What you gonna do? I don't know how to say. OK. What you gonna do? I can understand you. Ah, no, no. 観光情報番組、読みたんですよってば。わかった。I don't know. That's a thing. よみたん、なんでも調査団。よみたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかないよみたんラジオから始まる発展と触れ合い、あなたの知ってよかったの枠を広げるよみたん、なんでも調査団でございます。さあ、読谷なんでも調査団、行く前に、毎月テーマを設けて、ね、その月その月のテーマを設けて特集を組む1週間がございますけども、2月はバレンタインデーにちなんでスイーツ特集、おとついですね、9日月曜日から皆さんにお届けしておりますけども、今日はその4日目でございます。4日目皆様にお届けするスイーツ特集、読谷村波平にございます。読谷村波平というですね、自治会がございますよ。その読谷村波平、県道6号線沿いにある、和洋菓子店ミッシェルさんの、はい、紹介をしていこうと思っておりますよ。詳しくはこちらお聞きください。今日はこんなところに足を運んでおります。お名前いただけますか。あ、ミッシェル和洋菓子店の比嘉満です。はい、はい、比嘉店長です。お話を伺っていきたいと思います。さあ、まずは比嘉店長、ミッシェル和洋菓子店、読谷村内のどちらにあるんでしょうか。こちら読谷村、波平の、お不動というところなんですけどね、スーパー金秀から一応残飯向けに斜め向かいでだいたい200メートルぐらいですかね、はいはい、そこに今、店舗ありますので、ね、はい、観光にいらしている方もね、非常に数多くレンタカー走らせる場所となっておりますけれども、まあ、和洋菓子店ということでどういった商品がお楽しみいただけるのか、バリエーション豊富だと思いますけれども、教えていただけますか。ですね、まあ、主にあの和洋菓子で今あのやっていますけど、主に、パイ、パイ類ですね、あとショートケーキ、デコレーション、一応、パン以外はほとんどやっておりますので、はい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 、洋菓子だけじゃなくてまた和菓子もあって本当にこう幅広いですよね、はい、そうですね、はい、パン以外はもうほとんどあの作りますので、お客様に、まあ、人気な商品特にこれだとかっていうのってありますか。もううちの看板商品といいますと、もうサクサクシュークリームなんですけどね、これはもう10年ぐらいもうずっとヒット商品で、皆さんに買ってもらって喜んでもらってますけどね、はい、これはこう、まあ、人気商品ということなんですけれども、他のこうまたお店とは違ったこうミシェルさんならではのシュークリームの作り方になるんですか。そうですね、うちは、お客様からあの注文いただいてですね、はい、あのクリームの方は、その場で詰めるということですね。もう商品としてはショーケースには入れてないんですよ。でお客さんが何個くださいと言えばその時点であのポンプの方でねクリームを集めて、その焼きた出来たてをお客様に提供するという形ですね。その他またじゃあ逆にこうミシェルさんとして一押しだとか、まあ、観光にいらしている方にはこういったものに手を伸ばしてほしいというものってありますか。まあ、地元で一応依頼、役場から依頼がありましてですね、観光から、はいはい、冬瓜を使った、パイを作ってほしいということで、はいはい、もう5、6年になりますかね、冬瓜パイというのを今、販売しておりますので、一応こちらでしか、
手に入らないということですね。まあ、日持ちがしないもんでちょっとお土産のはちょっともかないんですけど、まあ、この場所でそうですね、他には野菜を使ったスイーツということでですね、まあ、お子さんから喜んで食べられますし、はい、冬瓜パイというのはやっぱり他では聞いたことなくて、もう読谷村の特産品でもねよくご紹介されてますけれども、はいはい、こうイメージがつかないんですけど、どういった感じになってるんですか、冬瓜。まあ、冬瓜自体はもう味がないんですよね。ないというか、もう汁物としてね、はいはいはい、よく沖縄ではお中なんかにつけられて、それを汁を吸わせて、お中として食べられるっていう野菜なんですけど、もう味自体がもう淡白なんで、これをいかに食感を残してですね、青臭さを、最初はどうしても冬瓜自体の皮の方の青臭さが残ってたので、それをちょっと取り除くのにちょっと苦労しましたけど、そこを一応地元の黒糖とあとシーパーさんを入れてですね、それをその冬瓜が吸って、その青臭さを取るような形になりましたね。はい、まあ、食べた感じはアップルパイに近いんですけど、アップルパイよりかは、まあ、ちょっと若干柔らかいんですけどね。カロリーも少しアップルパイよりはちょっと控えめで。あ、そうですね、はい、これはもう食べてみないと、はい、食べてみてのお楽しみにもまたなりますね。またこうミシェル和洋菓子店さんならではで こだわって、まあ、いるところだとか、いつもこう提供する中での思いっていうのはどういったものがありますか。まあ、なるべくできたてをですね、提供するような形 で、はい、で一応お客さんの要望を聞いて、はい、デコレーションとかそういうのも今みんな個人個人オリジナルのですね、キャラクターで、その人だけにしかないオリジナルのケーキを作ってほしいということで皆さん持ってきますので、それにできるだけ応えられるように頑張っていますけどね。じゃあですね、ぜひまた最後に、リスナーの皆様に比嘉店長から、はい、ミシェルさん の PR も含めてメッセージをお願いしてもいいですか。地元の皆さんに愛されてここまで頑張ってきましたので、またこれからもお客さんにいい商品をですね提供できるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ近くを通りかかった際には買いに来てもらいますよ、スタッフ一同お待ちしておりますのでよろしくお願いします。お話伺いました。ミシェル和洋菓子店の比嘉店長でございました。ありがとうございました、はい、さあ皆さんに聞いていただいたのは読谷村浪平にございます、ミシェル、和洋菓子店の、比嘉店長オーナーですねのお声でしたけども、沖縄県読谷村の県道6号線にございます、向かいにはスーパー金出さんもあるということで、場所は分かりやすい場所になってますよ。地元で人気のケーキ屋さんでございます。お菓子といっても本当に幅広いジャンルの、和洋菓子が、並ぶミシェルさんでございますけども、本当に地元の、方、観光客の方も、立ち寄る率が非常に高い、年齢を問わず美味しいスイーツが楽しめる、ね。そしてこの店内に貼られた、壁にはキャラクターオリジナルのサンプル写真とか、もうこういう、目で見て楽しめる雰囲気もお店では、配慮してされてますよ。お客様の要望にはできるだけ応えたいというのがですね、オーナーの比嘉さんでございました。マロンパイ、いちごタルト、紫ロール、その他にもいろんな、和洋菓子取り揃えております。今すぐ行っても食べれますということで、甘い甘い、ものが大好きなあなた、読谷村浪平、電話、ミッシェル洋菓子店電話、これでいいのかな、電話098-958-4111 098-958-4111 です。営業時間がこのあと9時30分から夜9時までとなってますので、皆さんもう行っても大丈夫ですよ。で、定休日は、お盆正月以外は無休ということでございますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。以上、読谷なんでも調査団でした。
さあ今年も読谷はスポーツキャンプが熱いということでキャンプ情報をお届けしましょう。本日読谷村ザキミにある平和の森球場では中日ドラゴンズの2軍キャンプ通常通り行われますよ。今は読谷村雨は降っておりませんけども、この後、ねもう選手の皆さんはグラウンドに出て練習をされるのでしょうか。通常通り練習をする予定ということで、日程表が出ておりますので、選手の皆さんね、ぜひ見に読谷球場にいらしてください。そして、お隣読谷村陸上競技場、読谷陸上競技場では、J1 の佐賀トスさんがキャンプを張ってましたけども昨日で終わりでございますので、佐賀トスさん、見たかったという方はまた来年読谷に足を運んでください。その代わり J2 の水戸ホーリーホックさん今日までの練習となっております。水戸ホーリーホックさんは読谷村宇佐にございます残波岬サッカー場で今日通常通り練習を行うという、日程がございますので読谷の、宇佐にございます残波岬サッカー場に足を運んでください。その他にも、平和の森球場隣ではトヨタ自動車初期シャイニングベガ女子ソフトボールの皆さんが練習をするということなのでね、ソフトボールサッカー野球と皆さん楽しんでいただきたいと思います。今年も読谷はスポーツキャンプが熱い。以上、スポーツキャンプ情報でした。ねえマスター、なんだか私最近行き詰まってるわ。お客さん飲みすぎですよ。いいの、今夜は酔いたいの。お客さん、それなら観光情報番組読谷ラジオおすすめしますよ。それ聞いたらもっと酔っちゃうわ。酔っちゃっていいんです。観光情報番組読谷ラジオ。ホテル日光アリビラインフォメーション。さあ時刻は9時32分になっております。毎週木曜日はホテル日光アリビラさんの情報を皆様にお届けしますけども、
太陽と自然の楽園、ホテル日光アリビラ、自然を遊び、自然を遊ぶアリビラの時間を、アリビラの楽しみ方をご紹介するコーナーでございます。今日はね、なんと 毎回、ゲストに入ってもらってる、スタッフの方以外にも実はこの、中継車に入っていただいておりますので、早速、自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷継と申します。よろしくお願いします。谷継さん、よろしくお願いします。そして今日はもう一人いますね。はい、自己紹介お願いします。おはようございます、はい、ホテル日光アリビラのベーカリーの上条里乃です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようござい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 ます。よろしくお願いします。ということで、今日は谷継さんと、調理家ベーカリーでいいんですね。はい、そうです。パティシエ上条里乃さんがゲストに入ってもらっておりますけども、谷継さん、はい、なぜ今日は、里乃さんが入られたのかをもう早速紹介してほしいんですけども、はい、今日はですね、はい、JAL ホテルズの5ホテルがコラボレーションして、作っておりますあのチュラショコラをぜひ、はいはい、紹介させていただきたいなと思いまして。そうです、はい、これですね、県内の JAL ホテルズ5つがコラボして作ったというですよね。はい、そうです、はい、すごいですね。各ホテルのパティシエが、まあ、考えて作った、まあ、商品ということで、各、まあ、ホテルで召し上がることができる商品となっているんですけども、その商品を、まあ、作ったアリビラ代表として出たのが上条里乃さんで、よろしいんですか、里乃さん。はい、そうです、アリビラ代表です。すごいですね。かっこいい。里乃さん、なんだろう、この前持っていただいた資料を見ると実際にお会いすると全然違いますね。はい、ね、可愛らしいですよね。よく言われます。ほら。いやいや、それでもなんかあれなんですか、パティシエになろうとして、まあ、夢を持っていてということだったんですか。はい、そうですね、ちっちゃい頃から。上条、すみません、おいくらじゃない、おいくら。おいくつですか。おいくつですか。私28です。ちょうどいいですね、はい、28はちょうどいいでございます。そんな28歳上条里乃さんがアリビラ代表として、作った、まあ、その他にも JAL グループの皆さんとの、まあ、話し合いで決められたと思うんですけども、この商品を開発するにあたってどうでした。いろんな、まあ、話し合いがされたと思うんですけども、はい、何が一番皆さんで迷ったというか悩んだ部分があります。まず、うん、このショコラケーキに至るまでがいろんな候補があって、はい、このチョコレートケーキに決定するまでも大変だったんですけど、うん、この5つ使ってる食材をどういう風にいいバランスで一つにするかっていうのがもうすごい苦労した点で、ね、今お話があった5つの食材というのは、これ一つ一つちょっと紹介してもらってもいいですか。はい、はい、まず一つ目が泡盛なんですけど、泡盛、はい、はい、那覇の首里にある酒造、はい、崎本酒造さんの、はい、泡盛ですね。と、はあはあ、あと2つ目が黒糖なんですけど、黒糖、もう、砂糖チビ、はい、はい、そうです。この寒い時期に取られる糖度が高い砂糖チビ、確かにそうですね、今時期は本当にこの砂糖チビ、はい、まあ、収穫時期になってますからね、はい、はい、でそれと炭柑、炭柑、炭柑はもうこれヤンバルの、はい、ね、本当に今時期ですよね、これ、はい、はい、とあと琉球卵、琉球卵、はい、と EM 飲料や唐辛子を加えた、うん、で育てた卵なんですけど、はいはい、もう新時代の卵とも言われてます。へえ、はい、で最後にヒバーチという、ヒバーチ、はい、世界でも希少種の甘い香りの島胡椒ですね、うん、へえ、ヒバーチってあるんですね。はい、知りました。その5つの素材を生かして作ったスイーツでいいんですね。はい、なんか大人チックな、はい、まあ、感じもしますけども、はい、実際に、この商品を作って完成し、でホテルで召し上がることはできるんですよね。はい、もちろんです。ただ限定というふうになってるんですよね。はい、限定です。でアリビラさんでももちろん召し上がることができるということなんですけども、
やっぱこの黒糖を生かし、炭酸を生かし、そしてこの卵を生かしということでお話があったんですけども、全体的に、まあ、ベースとなるものっていうのってあるんですか？もう全てがベースになるんですか？はい、とベースはフォンダンショコラっていう、うん、はい、よく割って中から出てくるフォンダンショコラではなくて、はいはい、うん、もうまるで生チョコを食べてるかのような、これはもう全体的に、はい、濃厚なチョコレートケーキの中にこの5つの食材をうまく入れた、ちょっと大人なエキゾチックなケーキになってます。実際にこれ超甘いとかではないんですね？超甘いとかではないですね。超甘いではないですね。超甘いじゃない。ちょっと単感も爽やかに、で最後にちょっとピリって、あの舌に残る感じの胡椒ですね。へえ、本当に大人な感じな、じゃあ仕上がりになってるということなんですね、はい、本当に皆さんが考えて作られた商品ということなんですけども、これ実際に作るまでの期間ってどれぐらいかかったんですか？3ヶ月ぐらいはかかりました。話し合いだけで？話し合いから試作完成まで含めて3ヶ月ぐらいですね。3、4ヶ月。そんなにかかるもんなんですね。そうですね。仕事の傍らですよね。はい、通常は、まあ、アリビラさんのレストランで働き、はい、それとはまた別にこのコラボ商品を作ろうと。で、名前、また可愛い名前でチュラショコラというんですけども、これネーミングは皆さんで決められたんですか？はい、そうです。このネーミングに関してもなぜチュラショコラにしたのかというのを聞いていいですか？うん、どうしたんですか？いや、この沖縄の美しい自然も表しつつ、うん、はい、この5人のちょっと清らかなあ、なるほどと感じもちょっと、ワッターが作ったんだぞと。そうです、まあ、清らかには見えないかもしれないですけど、うん、いや清らかですよ。ホテルジャルシティ那覇、ジャルプライベートリゾート奥間、そしてホテル日光アリビラ、ホテル日光八重山、ホテル日光那覇グランドキャッスルの、美人のパティシエさんが作ったという、ね、商品チュラショコラ、ぜひ皆さん各ホテルで召し上がることができます。期間限定、これ2月1日からも、まあ、発売というんですか、されてるということなんですよ。いつまでですか？3月31日までです。もうすぐじゃないですか。はい、3月31日。このじゃあ3月31日以降はもう食べれない？食べれないですね。幻ですね。もったいない。いや、非常にもったいない、はい、本当に贅沢ですね。一つのホテルではなくて、うん、ジャルホテルズが作った商品ということなので、はい、皆さんぜひ、まあ、ホテル日光アリビラ、以外のこのジャルグループで召し上がることができます。値段も安いですよね。はい、はい、値段はおいくらですか？650円になります。込みで、税込みで。はい、で個数限定、販売というのがあるんですよ。はい、これどういう意味なんですか？1日に出される数ということなんですか？はい、1日10個限定です、うん、なるほど、はい、じゃあすぐに行って食べれる商品ではなくて、本当に出てしまったらもうまた明日みたいな感じなんです、はい、とても貴重な商品なんですね。2個買うと、うん、ちょっとオリジナルの箱がついてきます、うん、あ、そうなんだ。へえ、まあ食べる商品だけではなくて、まあ、この箱にもいろいろと楽しめるところがあるということなんですけど、今日はなんとそんなチュラショコラを持ってきていただきました、はい、ありがとうございます。まさやさんにバレンタインとして、はい、いいんですか？こんなに美人なマーケティングの谷継さんと、はい、ぜひ試食してください。試食します。いただきます。いいんですかこれ？はい、かわいいですね、はい、大きさもなんだろう、ちっちゃくなく大きくなくって感じで、かわいい感じ。ちょっとね、皆さん今動画を見てる方にはこれ見せたいんですけど、見えます？今これですね。ホテル日光アリビラさんのホームページでも見ることができますので、皆さんぜひご覧になってください。いただきます。はい、はい、じゃあ全体的にいきましょうね。あ、ちょっと硬いっすねこれ。そう、上がサクサクになってて、はあ、なるほど、はい、いただきます。ウィンチクシ、ちょっとこれすごい、これ匂いが甘い匂いすごくしますね。いただきます。あら、甘い、うん、甘い、うん、
あ、甘さの中で黒糖の味がすごく強いですね、はいはい、ちょっと大人なショコラですよね。あ、美味しい。これちょっと待ってね、これもう一口いきましょうね。これね、650円は安いですね。二十歳以上の買った限が、うん、しか買えないんでしたっけ。あ、そっか、泡盛が入ってるんですか。はい、うん、あの黒糖と炭酸って喧嘩するのかな思ったら全然美味しく、はいはい、食べれますね。はい、美味しいこれ。さあ食べだけど、うん、おいしい。はい、皆さんもぜひこのケーキ食べてみてくださいね。こう上に乗ってるゼリー状のものは何ですか。これは、うん、炭酸をイメージしたパートドフリュイっていうゼリー状のものですね。パートドフリュイ、フリュイっていう。何ですかそれ。なんかあのフルーツの果汁をギュッと凝縮した、うん、ゼリーのようなグミのような。フロータンティーですか。はい、ゼリー状の。はい、じゃあこれはリノさんあんをしていただきたい。私やったあんを。はい、はい、じゃああん、はい、あん、はい、あんどうぞ。 はい、あら美味しい。あ、上条さんの味がしますね。食べられた。食べられた。こらということで皆さん嘘ですよ。あの本当に美味しいですね。はい、20歳以上大人な雰囲気で楽しめます。まあこれからバレンタインデーも近いということで、あなたの大切な人にこのチュラショコラ、送ってもいいんじゃないかなと思いますよ。ということで本日はマーケティングの谷嗣さんと上条さん入っていただきました。ぜひじゃあ食べてくださいという一言お願いします。期間限定の数量も限定なので、うん、はい、ぜひ、食べてください。はい、ホテルニックアリビラさんほか JAL ホテルズで召し上がることができるチュラショコラですよ。皆さんぜひ食べてみてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。
観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。時刻は9時47分になっております。先ほどのホテル日光アリビラさん、パティシエの、上条二郎さん、そして谷次さん入っていただきましたけども、 JAL ホテルズ沖縄県、にある JAL ホテルズの、パティシエがコラボした商品チュラショコラ3月31日までの限定商品ということで、美味しかった。皆さんもぜひ食べてくださいね。上条里乃さんからあんもいただきましたよ。私羨ましいですね。ぜひ皆さんホームページからでも確認することができますので、チェックしてみてください。さあ時刻は9時48分になっておりますけども、ここで皆さんに、この、まあ、2月に、合わせて沖縄に来たというですね、観光客も多い中、なんとこの読谷ラジオを聞いて、まあ、沖縄を楽しんだというですね、秋田県から来た工藤さん親子と出会いまして、実はこの工藤さんからインタビューをしているので、こちらちょっと聞いていただきましょうね。観光情報番組読谷ラジオを聞いて読谷村に来たというですね、本当に嬉しい、コメントをいただいた観光客の方からコメントをいただきたいと思います。すみません、自己紹介お願いします。あ、すみません、出身地と、お名前お願いします。はい、秋田県から来ました、はい、工藤です。工藤さん、お父さんと一緒に沖縄旅行ですか。はい、キャンプ中日ドラゴンズのキャンプ巡りですね。そうなんですね。毎年来られるんですか、沖縄には。はい、毎年2月にキャンプのみで来ております。そうです、この時期でも多いですよね。この時期に沖縄に来る方というのは、そんな、まあ、方の一人、工藤さん、お父さんと一緒に沖縄に来たということなんですけども、嬉しいことにこの読谷ラジオを聞いて読谷村に来たよ、聞きながら来たよということなんですけど、はい、ラジオを車で聞かれたんですか。はい、走ってる最中に、はい、いろいろな国道の情報だとか、ああもうありがとうございます、読谷でティッシュを配っているだとか、あーはいはい、78.6 すわすわ、ありがとうございます。それで、聞いて、あ、じゃあこれ右かと、走りながら聞きながら言われるがままに来てここにたどり着きました。もう本当にありがとうございます、嬉しいです。いやいや、ちなみにここでしかもらえないあのプレゼントもらいました、ボックスティッシュ。はい、ボックスティッシュいただきました。はい、どうですか、あの野球とサッカーのコラボの商品なんですよ。あの隣の陸上競技場でサガン鳥栖さんが J1 の昨年第5位で終わったサガン鳥栖さんも今キャンプをしているということで、コラボのティッシュどうですか、これ。こんな商品見たことないです。いや見たことないですね、あの今まで何年か来てますけれども、うん、こういうのがあるとまたですよね、本当にね、来年もと、うん、ありがとうございます。で実際にあの今から、まあ、お昼、まあ、時期に合わせてどちらに出かけるんですか。あのさっきあのこの FM で喋ってた月金乳そばさんに、さっきその後ちょっとこう調べたんですけども、はい、ありましたので、あのありがとうございます、行ってみたいなと思っております。はい、もう美味しいのでぜひ行かれてください。この場所でしか食べれない情報、このラジオで聞いて、出かけるというのは非常に、まあ、いいことだと思いますけど、工藤さんどうですか、沖縄県は、まあ、何回も来てるということなんですけども、毎回来る沖縄どういう風に感じてます。いや本当私はあの秋田から来てますので、すごい雪があるところからこう何もない雪のないところに、ただそれだけで満足といえば満足なんですけども、まあ例年より若干涼しいかなと。え、涼しいと感じるんですか。あ、そっか、涼しいですよ。なるほどね、全然寒いなんて思いませんのでそうなんですね、あの例年よりは涼しいかなと。ね、そういう感じね、もうちょっと暑くてもよかったですけれども、はい、まあ、あの秋田に比べたら十分な、まあ、確かにそうですよね、はい、あのちなみにここでしか手に入らないドラゴンズグッズっていうのも買いました。あの一昨日に一回こう、ま、一通り回ったのものですから、はいはい、その時に買わせてもらいました。 ありがとうございます。 T シャツだとかタオルですね、はい、ありがとうございます。でお帰りはいつになるんですか。まあ、明日の午後に入ります。あ、なるほど、11日午後になるんですね。はい、明日はイチャビラ祭という
あのイベントもあるので、はい、まあ、帰る前にちょこっとまた足を運びください。はい、あの寄ってみたいと思います。じゃあ工藤さん、最後にこのラジオを聞いてる工藤さんと同じように沖縄に来たという観光客の皆さんに、読谷村に来てねというコメントを PR をお願いします。はい、日本一、人口の多い村、読谷村、はい、あの意外と面白いところがいっぱいあります。ありがとうございます。あのもしわからない方はですね、 78.6 もう、これをあの一日中移動の時だけでもいいので、はい、聞いてもらえると、いろいろな情報が、本当に私も何年か来てますけれども、わ、はい、からない情報が、3秒ぐらいで入ってきましたので、もうありがとうございます。あの聞いて帰りも聞いて帰りたいと思います。はい、もうありがとうございました。はい、あの本当にリアルにラジオを聞いて来たという、ね、声掛けをいただいた秋田県から来た工藤さん、お父さんと、その息子さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りしました。皆さんもぜひ沖縄県に来た際には、ここ読谷村に来、 FM78.6MHz 聞いて、さらにあなたの旅を楽しくしてくださいね。明日もやってます。バイバイ。また後からや。